マングースキツネザルはキツネザル科に分類される霊長類。マダガスカル北西部に自然分布。小諸に人移入。体長30から37センチメートル。尾長が45から51センチメートル。体重2から2.2キログラム。全身は肺褐色の体毛で覆われる。オスは頬や下顎を覆う体毛が黒い。メスは顔が黒く。 背面の体毛がより褐色味を帯びる。また方や下顎を覆う体毛が白い。森林に生息する。マダガスカルの個体群は、ペアと幼獣の3から6頭からなる、家族群を形成して生活するが、コモロの個体群は、複数の同性個体が含まれる、不定形活大規模な群れを形成して生活する。茶色キツネザルとコン群を形成することもある。 昼夜を問わずに活動するが、寒気には夜行性、雨気には中行性傾向が強くなる。これは寒気は落葉により隠れ場所が少なくなることと、高温を避ける目的があると考えられている。食生は植物食で花の蜜、植物の葉、果実などを食べる。マダガスカルの個体群は雨気に花の蜜を主に食べるが、 コモロの個体群は逆に寒気に花の蜜を主に食べる。生息地では食用とされることもある。開発や放牧による生息地の破壊、食用やペット目的の狩猟などにより生息数は減少している。マダガスカルでは生息地の一部が自然保護区に指定されているが、自然保護区内でも生息地が破壊されている。ありがとうございます。